平日は水曜日以外活動していて、5時から8時ぐらいまで練習しています。短期集中して、レースで活用できる泳ぎをということで、量よりも質を高めて気力を伸ばしていくっていう考えで活動しています。高校の時に全国大会を目標として頑張ってたんですけど、あと一歩のところで達成することができなくて悔しかったので、もう一回大学でリベンジしたいなと思って水泳を続けることにして正徳を選びました。目標とする大会に出場することはできたんですけど、そこで結果を残せていないので、そこでも通用するようなレベルのタイムを出せるように頑張りたいです。プールがすごく環境が整ってて泳ぎやすく、大会を意識した練習ができるっていうのと、泳ぎ方のコツだったりアドバイスをたくさんいただいて、それを自分の泳ぎを修正していくことができたので、それが結果につながったと思ってます。選手にはその泳ぎにしっかり集中してもらいたいので、やっぱりその他の不安要素はマネージャーが少しでも取り除けたらいいなと思ってて、それによって選手がベストの力を出せるんだったら、そのマネージャーとしてもその部員の一員としてもすごいやりがいがあるなと思うので、ちょっとしたことでもいいので選手の力になれるように頑張っていきたいです。水泳が速いだけじゃやっぱりダメだと思ってて、私はその礼儀だったり周りに感謝する気持ちだったり、そういうのを持ってる人が入ってきてほしいなって思います。